天にいらっしゃいます父なる神様、今日この安息日に私どもをこの場に集わせてくださり、礼拝のひとときを持つことができますこの時を感謝いたします。どうぞ今日必要な御言葉をお与えください。そして聖霊の神様がこの場をご支配くださって、また私たちの心をご支配くださって、一人一人神様に心を向けるひとときとさせてください。この礼拝のひとときは最初から最後まで神様が共にいてくださり守られますことを信じ感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。ヨハネの黙示録14章9節から12節です。口語訳聖書400ページ、新共同訳聖書468ページです。ヨハネ、あ、92ページです。失礼いたしました。口語訳77ページ、新共同訳92ページとなります。マルコによる福音書14章32節から36節となります。失礼いたしました。マルコによる福音書14章32から36節。お読みいたします。さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。それでは開会賛美歌67番を共に賛美いたしましょう。67番です。どうぞお立ちください。
では、お祈りをいたします。ひざまずける方はひざまずいて共にお祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、このように私たちは会堂に集いあなたを礼拝しようとしています。どうかこの礼拝の時間、聖霊を送ってくださり、私たちの心をあなたに向けさせてください。この1週間私たちはいろいろな思いを持って歩んでまいりました。その中にはあなたの御心にかなわないこともあったと思いますが、どうかそれをお許しくださり、この今この時に私たちの心を清め、あなたと共に歩む決心をさせてください。今日御言葉を取り継いでくださいます高橋先生の上にあなたからの大いなる聖霊の祝福お導きがございますように、ご家庭にあってこの礼拝に参加していらっしゃるお一人お一人をあなたがその場にあって祝福してください。また隣の病院で病を抱え苦しんでいらっしゃるお一人お一人の上にもあなたからの豊かな癒しがございますように、この祈りをイエス・キリストの御名を通して感謝してお捧げいたします。アーメン。どうぞおかけください。献金をお捧げいたしましょう。献金は教会と世界伝道のために用いられます。11教会費約束献金も合わせてお捧げください。それではお祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、今から献金をあなたにお捧げしようと思います。あなたが日々私たちの暮らしを支えてくださっていますことを心より感謝いたします。わずかではございますが、私たちが捧げるこの献金をあなたがお受け取りくださり、あなたのこの御言葉が全世界に広がることができるように伝道のために豊かにお用いください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします。我らの父よ、御子は御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。Thank you.
本日の説教は当教会の高橋祐樹牧師によりゲッセマネの祈りと題してメッセージを取り継いでいただきます。その前に聖歌隊による献唱がございます。18世紀の音楽の父とも言われるヨハン・セバスティアン・バッハはマタイによる福音書26章と27章をもとにしたマタイ受難曲を書きました。その曲にセーバルト・ハイデンがつけた歌詞の一部をお読みしたいと思います。人よ、汝の大いなる罪をなけ、
そがためキリストは父の懐を捨てて地に下りたまいしなり、清く優しき乙女によりて我らのために世に生まれたまいぬ。仲立ち足らんとの望みたまえば、死にたる者らに命を与え、すべての病を除きたまいぬ。ついに時は迫りきたりて、我らのために生贄となりたまわん。我らの罪の重荷を負い、長く十字架につけられん。さて、今朝はマルコによる福音書14章32節からの御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。イエス様は弟子たちと杉越の食事をされた後、オリブ山のふもとにあるゲッセマネの園へ出かけられました。マルコ14章32節からの箇所は、イエス様がそのゲッセマネの園で祈られる場面が書かれています。イエス・キリストの受難十字架の場面を描いたパッションという映画をご覧になったことのある方も多いのではないかと思いますが、その映画はこのゲッセマネの場面から始まっています。いよいよ十字架へと向かうイエス様のご生涯の中で最も苦しい時がここから始まろうとしておりました。この場面についての聖書の言葉を見てまいりたいと思います。マルコによる福音書14章の32節から36節をまずお読みしたいと思います。さて、一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。イエス様は弟子たちを連れてゲッセマネに行かれました。この場面についてルカによる福音書を見てみますと、いつもの場所にと書かれています。いつものようにいつもの場所にイエス様と弟子たちはやってきたのでした。いつも弟子たちと一緒に過ごしていた場所、それは思い出の詰まった場所です。あの時こんなことをした、こんな話をして、笑った、一緒に泣いた、そして一緒に祈った。ある方が、思い出は場所ではなくて人なのだというふうにおっしゃっていた言葉を、私は今でも少し覚えているのですが、確かに誰とその場所に行ったとか、誰と一緒に過ごしたとか、自分以外の誰かが関係している思い出というのは多くあるように思います。誰かと過ごしたからそこが特別な場所となるということがあるのだと思います。ゲッセマネ、それはイエス様がいつも祈られていた場所でした。イエス様が父なる神様にいつも祈っていた場所です。そこはイエス様が
父なる神様と交わりを深め、思いを一つとし、日々生きる糧を、また試練や誘惑を乗り越える力をいただいていた場所でした。だからこそイエス様にとってこの場所は特別な場所だったのです。そしてイエス様は弟子たちの中から3人、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて行かれました。この3人は変貌の山ですとか、時折イエス様が連れて行かれる者たちです。彼らは特に親密な友であったと証の文にも記されています。この時3人を呼ばずに1人で行かれることもできました。しかしイエス様は共に祈ることを選ばれました。この苦難の時、彼らにそばにいて祈ってほしいと望まれたのでしょう。そしてイエス様はおっしゃいました。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。イエス様がこれまでかつてこのようなことをおっしゃったことがあったでしょうか。ゲッセマネに入られるとき、イエス様はすでに重苦しい感情に襲われていました。そのイエス様の苦しみの大きさを弟子たちは理解できません。正直弟子たちはいつもそうです。イエス様の思いを理解できずに発言をし行動をとっています。しかし私たちもまた同じなのだと思います。イエス様の言葉を理解せずに過ごしていることが多々あるのだと思います。イエス様のすぐ近くにいた弟子たちはイエス様の苦難を理解できませんでしたが、しかしその苦しみは私たち人間には到底知ることのできないものなのだというふうにも思います。イエス様がお一人で追わなければならない、あまりにも重すぎる苦悩でありました。その重さのあまり、イエス様は地にひれ伏して祈られました。この世界を創造された方が、本来負うはずのない苦難を負って、地にひれ伏すほどに恐れおののき、悩んでおられたのです。その姿は、ゲッセマネ、というその場所にも象徴されているように思います。ゲッセマネというのは油絞りという意味がありますが、その名の通りオリーブの実を押しつぶして絞ってオリーブ油を作るための場所でした。イエス様は押しつぶされるほどの苦難の中で祈らざるを得なかったのです。以前このような言葉を聞いたことがあります。人は皆人間の命を食べて生きている。戦争で死んだ人の命を食べて生きている。戦争に反対して殺された人の命を食べて生きている。今私たちが生きている、生かされているということについて考えさせられた言葉です。人の命を食べて生きている。誰かの苦しみがあって、誰かの犠牲があって、今私たちは生かされているということ。誰かの苦悩、犠牲は私たちの命と切り離すことはできないということを思わされます。イエス・キリストが罪人である私たちのために負ってくださった苦難と犠牲の上に、私たちは生きることができ、生きることができるということ。イエス様の苦難と私たちが生きるということ、それは決して切り離すことのできないことなのであります。
もう一度35節から36節をお読みしたいと思います。そして少し進んでいき、地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。イエス様が苦悩の中で祈られた祈りの言葉がここにあります。もしできることならこの時を過ぎ去らせてください。イザヤ書53章に書かれている受難の時が今まさに訪れているのでした。イザヤ53章の5節10節お読みします。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。イエス様の人生は激しく心を動かされて祈ります。バッハのマタイ受難曲にはまた次のように歌われています。ああ、なんという苦しみ。苦しむ心が打ち震える。悲しみに沈み、なんと青ざめた御顔なのだろう。このすべての苦しみの原因は何なのでしょう。裁き主が彼を裁きの場へと引き出したのだ。そこは慰めもなく、助けの手もない。この杉越の時、全人類の罪を負い、誠の犠牲の子羊として間もなくほふられようとしておりました。全人類が犯してきた数えきれないほどの罪がのしかかります。悪意、欺き、偽善、傲慢、暴力、裏切り、世の始めから終わりまでの人間一人一人のあらゆる罪を負わせられます。そしてイエス様は最大の罪人として十字架へと向かうことになるのです。そしてイエス様はこう祈られました。どうかこの杯を私から取り除けてください。杯とは旧約の預言者が神の憤りと審判の意味に用いたもので、ここでは人類の罪に対する神の怒りを表しています。この時、人類の身代わりとなられるイエス・キリストにあふれんばかりの神の怒りの杯が差し出されていたのです。この時イエス様は十字架にかかって亡くなろうとしている、その十字架による痛みを思って、この杯を取り除けてくださいと祈られたわけではありません。もちろん十字架というのは最も残虐で苦しい刑罰でした。手と足に釘が打たれ、木に貼り付けにされ、じわじわと苦しさが増していく、その肉体の痛み、それももちろんイエス様を苦しめることになりますが、しかしそれ以上にイエス様を苦しめるものがありました。それがこれまで一度も途絶えたことのない父なる神様との関係が断絶されるということだったわけです。ここでの祈りの中でもイエス様は父なる神様に向かって、アバ父よと、子供が父親に呼びかける日常的で親しい呼びかけをされています。世界が始まった時から地上での生活においてもずっと途絶えることのなかった関係が途絶える、そのことにイエス様は耐えられなかったのです。
その杯を私から取り除けてくださいと祈られます。しかしイエス様はそれが父なる神様の御心ではないことをよくご存知であられました。もしイエス・キリストの犠牲がなければ人類は滅びなければなりません。しかし他に道はないのでしょうかと。父なる神様は何でもおできになる方、何か別の方法はないのでしょうかとイエス様は神様に訴えたかと思います。しかし私の思いではなく御心のままになさってくださいと祈られました。人となられたイエス・キリストはこの苦難の中にあって失われた人類のためにその杯を飲むことを決心され、神様の罪に対する怒りをそのまま受けられるのでした。ルカによる福音書ではこの後に父なる神様が天使を送られ力づけたとあります。この時父なる神様はこの苦難を取り去るのではなく苦難の中を最後まで歩み続けることのできるように力づけることによって応えられたのでした。その時弟子たちは何をしていたでしょうか。続きをお読みしたいと思います。37節からお読みします。それから来てご覧になると、弟子たちが眠っていたのでペテロに言われた。シモンよ、眠っているのか。ひとときも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また離れていって同じ言葉で祈られた。また来てご覧になると、彼らはまだ眠っていた。その目が重くなっていたのである。そして彼らはどうお答えしてよいかわからなかった。杉越の祭りのこの時、当時の暦で2、3の月の14日ごろというのはちょうど満月なのだそうです。ですのでイエス様が地にひれ伏して祈られているその姿は月明かりに照らされて弟子たちにもよく見えたのではないかと思います。またそう遠く離れていたわけではありませんので祈りの言葉も聞こえていたと思われます。間近でイエス様が祈っておられる様子を見ていたはずですが、しかし弟子たちはこの時眠っていました。イエス様が来られた時、彼らはどうお答えしてよいかわからなかったとあります。この時弟子たちは目を覚まして祈っていなさいと言われたにもかかわらず眠ってしまったこと、またその中でイエス様のお顔を見た時に申し訳なさで何も言えなかったのかもしれませんが、しかし同時に彼らはイエス様の状況を理解できずに何を言ったらよいのかわからなかったというのも正直なところだと思います。マルコによる福音書のこれまでのところ14章よりも前の箇所を見てみますと、それまでに実は3回もイエス様がご自身の受難について弟子たちに語られております。人の子は必ず多くの苦しみを受け殺される、しかし3日の後によみがえると弟子たちに3回も繰り返し語られていたのでした。しかし弟子たちはそのことを理解できず、ペテロに至っては
イエス様を引き寄せていさめ始めたと書かれています。イエス様が語られた受難とそれを理解しない弟子たちの姿が3回繰り返され、そしてまたこのゲッセマネの園においても繰り返されていました。そんな弟子の姿をご覧になって、イエス様は目を覚まして祈っていなさいとおっしゃいました。メシアが苦難を受けること、そしてそれが神様の御心であるということは、弟子たちにとっては受け入れがたいことでした。自分たちを救うメシアは苦難ではなく、この世の力と誉れとによって訪れると願っていました。しかしそれらの願いは誤った理解に基づくものであり、まもなく彼らを襲う試練によって打ち壊され、そしてイエス様を捨てて逃げ去ることもイエス様はよくご存知でした。しかしイエス様は理解できない弟子たちを受け止めてくださり、彼らがまたイエス様のもとへ立ち返るのを待っていてくださいました。続きの41節42節をお読みしたいと思います。三度目に来て言われた。まだ眠っているのか休んでいるのか、もうそれでよかろう、時が来た。見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。もうそれでよかろう。これは決して弟子たちに対する諦めや、また彼らを突き放すような言葉ではないと思います。弟子たちがまだイエス様の苦難について、またこれから起ころうとすることについて理解できずにいる中で、タイムリミットがやってきました。しかしイエス様はそんな彼らのためにもこれから十字架へ向かおうとしているのだと、だから今はまだわからないかもしれないけれども、それでよかろうと、一度逃げてしまったとしても私は待っていると、そういった思いを込めて、もうそれでよかろうとここでおっしゃったのだと思います。そしてイエス様の強い決意が42節に表されていました。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。自分を裏切る者が近づいてきているにもかかわらず、さあ行こうと言える人は一体どこにいるでしょうか。イザヤ書53章5節の彼は自ら懲らしめを受けてとの御言葉がここに表されているように思います。イエス様はこの後間もなく捕らえられます。しかし御心を求めて祈った時に、誰よりも先に立って強い決意を持ってその道を歩もうとされたのでした。今日週報に載せていただきました心のマナーをお読みしたいと思います。ゲッセマネの祈りは何かを得るための祈りではありません。捨てるための祈りです。今持っているものを手放すための祈りです。自分自身を捨て切るための祈りです。自分の思いではなく御心のままに、これが苦難の中で最も必要とされる祈りです。イエス様はこの祈りを祈られたのでした。
これまで多くのクリスチャンたちがそれぞれの苦難や失望の中で祈ってきました。私たちもまた人生の歩みにおいて苦難の中で祈ることがあると思います。それぞれのゲッセマネに行くことがあるかもしれません。私たちアドベンチストの先駆者たちも深い失望の中で祈ったことと思います。そして祈りのうちに聖書を開いたとき、それまで知ることのなかった真理を得たのです。今私たちがこの場でこのように集えているのも、かつて失望の中にあって祈り続けた人たちがいたからでしょう。そしてまた祈りを捧げるときに、ゲッセマネの園において祈られたイエス様が共に祈っておられたからでしょう。私たちは祈りによって生かされています。誰かの祈りに、そしてイエス様の祈りに。イエス様はゲッセマネにおいて弟子たちを襲う試練や困難、彼らがイエス様を捨てて逃げ去ることをご存知でいらっしゃいました。しかしそんな弟子たちを受け止めてくださり、彼らのためにも十字架へと向かわれました。そして立ち返るのを待っていてくださいました。私たちもまた試練や困難の中で神様から離れてしまうことがあるかもしれません。しかしそんな私たちのためにもイエス様は十字架へと向かってくださいました。私たちの悩みや苦悩を共にし祈ってくださるイエス様を見つめて、また私たち新たな一週間を歩んでまいりたいと思います。閉会賛美歌を共に賛美いたしましょう。308番です。Thank you.
天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは日々祈りによって生かされています。私たちは日々試練や困難の中で神様から離れてしまうことがあるかもしれません。しかしそんな私たちのためにもイエス様は十字架へと向かってくださいました。ゲッセマネの園において苦難と向き合い、私たちの罪を負って、そしてまた十字架の歩みへと向かわれました。そのことを感謝いたします。ゲッセマネで祈られたイエス様は日々私たちの悩みや苦難を共にし、また私たちの祈る時に共にいてくださいます。共に祈ってくださるイエス様に目を向けつつ、新たな一週間を歩ませてくださいますように。このひとときを感謝し、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。